ロバート・トゥルージロはメキシコ系アメリカ人のベーシスト、アメリカのヘビメタルバンドメタリカのメンバー、サンタモニカ出身、身長175センチメートル、父親は地元の高校教師、モータウンのファンだった母親の影響で幼い頃からファンクを中心とした音楽に囲まれて育つ、1989年に水彩だるテンデンシーズンに加入。 1991年には、マイク・ミューアと共にサイドプロジェクト、インフェクシャス・グルーブスで活動する。1991年に、クロエという女性ミュージシャンと結婚しており、数おかずめを授かる。ブラック・レイベル・ソサイアティや、オジー・オズボーンなどのバンドを経て、2003年に、メタリカに加入。星ぐらいまでの黒い挑発。 そして b ボーイのようなタンクトップにハーフパンツという用紙で他のメンバーとは一線を画す。ちなみにそのタイクトップにはマタリカサンフラスコと記されている。趣味はスケートボードとサーフィン。ありがとうございます。